よくそういう質問を私にいただくんですけど私は自分が話が上手いとは全く思ってないんですねでまた多分話し家の方とかその、うん、専門の先生というかそれをプロとしてらっしゃる方か,からしてみると私の話が上手いかと多分ダメ出しがいっぱい出ると思いますだけれどもまあ 強いて言えば、まあ私もお話がしなければいけないことが多いので、できるだけ相手にその伝わるように話をしようと思って、まあ一時期こう考えてやっていたことがあるんですけれども、まず一番最初に私が話を人様の前でしなければならないって言って、 その自分が追い込まれたきっかけがあるんですね。それは、えー、19歳の時ですね。19歳の時に、あの、私のお師匠さんが、えー、ある、えー、老人会からと、それからまた別のところでですね、講演会を頼まれててで、それをダブルブッキングしてしまったんです。同じ曜日、同じ時間、同じような時間でですね、あの、ダブルブッキングしてしまったんですよ。それで、片方の講演会のことをすっかり忘れてたんです。 で、一つの公演に出かけて行かれて、で、それが午後1時からだったんですね。出かけて行かれた。で、そのタイミングで別の公演会が入ってた。で、しばらくして公演会場の方から連絡があって、あの、まだ来られないんですけど、っていうことで、えもう出ましたよ。っていうね、こっちはね。で、心配になるじゃないですか。交通事故でもあったのかな、とか。 でも,もう30分前にはもう出ましたよ。ねですからもうついてるはずなんですけど。で、どういうことだどういうことだと思って。もうちょっと待ってみてください。っていうんで、しばらくして。また電話があって。まだいらっしゃらないと。で、これはおかしい。ということで、あの、それでようやくバタバタやってて分かったんです。ダブルブッキングしてたと。で、困ったのは、この、ねうちのお師匠さんが、 すでに行ったところの講演会場の担当者の方じゃなくて、行ってないところの担当、担当の方です。それでその方がですね、あの困りますと。もう皆さん集まられてます。で、あなたは誰ですかって言われたんですよ。で、あ、私あの息子ですけれどもって言ったら、もうね、息子さんでも何でもいいから来てくださいと。もう、もうみんなからブーイングなんですっていうことで、 仕方がないので、で、私、出かけて行って、そんなこと言われてもと思いながら出かけて行って。で、そして、大体、その、当時ですね、あの、200名ぐらいの方が集まっておられるところで、お話をしたんです。で、それが、まあ、生き方みたいなテーマだったんですが、19歳ですよ。で、集まっておられる方は、私よりも人生の先輩たちがほとんどなわけですね。で、その中でね、もうどうしても、もう頭真っ白で何を話したかを忘れてしまいました。けれども、とにかく、 その、一時間半、質疑応答を含めて一時間半ぐらいの時間を、もうなんか、あの、頭の中パニックで真っ白になりながら、何を自分で話したかも覚えてないんですけども、えー、とにかく、えー、なんか乗り切って、で、その内容が良かったか悪かったかは全くわかりませんけれども、もう本当に、あの、恥ずかしい思いをしながら帰ってきたというのが、初めて人前でお話ししたということです。 で、まあ今は、あの本当にそうやって人の前でお話しする機会が増えましたけれども、えー、なんとかね、やはりこう皆さんに話さなければいけない場面があるので、話をしなければいけない。ね、なんとかしなきゃいけないんです。で、これだけ私もね、こうペラペラ、あの、こうやって YouTube で話をしてるから、対合衆話すことが得意なんでしょうって言われるかもしれませんけど、まあ私のプライベートを知ってる人はですね、わかるんですが、私実は、 えー、人前で話さなければいけないから話すんですが、そうでないと、えー、プライベートでいると、あんまり口利かない方なんですよ。それよりは一人で、なんかこ、黙って何かをやってるとか、集中すると人と話すことができなくなってしまうっていう、えー、ところがあってですね。あのお、人の前に立って話をしなきゃいけないので、話すってことで。話さなくていいんだったら、 話さないで黙って何かをやってるというのが基本的な性格です。でもさてそんなあの人間がですね、話をするということで鍛えられたこと、そしてまたちょっと意識してやったことがありますね。それは何かというとですね、あの私幼稚園に10年いたんですよ。ですから幼稚園の子供たちの前で話すっていうことがやっぱりあのしなければいけない時があったで。一方でお寺に来ると高齢者の方々にも話をしなきゃいけない。 高齢者の方って何話してもお坊さん話すとね、ありがとうございますって言ってくださるんですよね。でもそれをね、勘違いして自分が話が上手いと思ってしまうと、それはもう違う。ね、違う。ということを子供たちの前に行って思い知るわけですね。子供たちの前に立つとね、それは3歳児、4歳児なんか一切気遣ってくれませんから。ね、ですからこの子たちに話を伝えるために、言いたいことを伝えたいことを伝えるためにどうしたらいいかという、おなしに考えさせられます。だから私は、 3歳の子、4歳の子に話をするっていうことは、時にはどうしたらいいんだろう。ねもう少し言葉を返してくると、5歳児とかね、なってくると少しずつ言葉に、あの、反応してくれますけれども、ねもっと言うと、3歳児を相手に何かを伝えようと思ったらどうしたらいいんだろうっていう発想が、幼稚園で私も10年現場にいましたから、で、そのことが、ひょっとしたら私の話、 の一つの、あの、何かその話が分かりやすいって言っていただけるんだったら、そういう、あの、経験と、そういう工夫が3歳児に話すためにはっていうのがあることが一つ。もう一つ、私が意図して練習したことがあります。かつてね。でそれはどういうことかって言ったらですね、あの、地図ですね。地図。 今はナビゲーションがあるので誰かに道案内をするっていうことがほとんどなくなったと思うんですけど誰かに道案内をする時ってまあ電話がかかってきてでそこのお店そこのお寺にどうやって行くんですかって聞かれたらそしたら例えば東京から来られるんだったらねあの 名古屋駅で降りて、そして名古屋駅で降りて、そして、まあ、あの、中央線っていうのに乗って、そして、えー、ここの福本寺に来るまでですよ。例えば東京から来るのと、東京から名古屋駅に新幹線で降りて、で、降りてですね、えー、JR の中央線に乗って、そして、えー、春日井という駅まで来るんですね。ですけど、その時に、例えば高齢者の方が電話してこられたりすると、その人に、どうやって説明するか。 って言ったときに頭の中に地図を思い描いて、最終的にその方が東京から来られて不慣れなところを通って、そして私のいるこの福厳寺まで来られるっていうことを想定したときにですね、最後ここの福厳寺に到着なさって、そして、ハート、やっと着いたって言って、お茶を召し上がっていただくっていうところの逆算で、ここにどうやって来ていただくかってことを頭の中でですね、その方の行動を追っかけながら、 東京駅から自分がこうやって来て、名古屋駅で降りて、たくさんある電車の中で、何番線のど、どういうね、あの名前の電車に乗って、そして電車降りた後にどうしてみたいなことを頭で想定しながら、その下を道案内していくっていう。で、そういう練習をいっぱいしました。だから、私は話をするときに、その方、話をしている相手を、一緒に、その道案内をしながら、 どこかまで導いていくとか、ね、どこかまでご案内するっていうつもりで話をしています。だから、その地図を説明したりとか、絵を描いてその絵を説明したりとか、ね、それをですね、あの、相手に絵が見えない状態で説明するっていう練習を、かつてやった覚えがあります。ね、なので、ひょっとしたら、あのそのようにして、誰かを道案内していくというつもりで、 まだその人が行ったことがない場所に案内していくというつもりで話をしている。ちょっとしたら、この2点かな。3歳児に向けて話をする。そして、えー、誰かを道案内するっていうつもりで話をする。その2点がひょっとしたら、その私のお話の中でも、あの、それがわかりやすいともし言っていただけるのであれば、あの、そのような訓練を知らず知らずのうちにやっていたことによって、えー、話がちょっと、 できるようになったのかなとは思います。